もういいか。うわ、おでん食いてえな。いや、まあ、コンビニのおでん食べたいな。俺、おでんの卵焼きめっちゃ好きなんだよ、その、セブンにある。焼き？そう、卵焼きあるんですよ。ああ。だし巻きかな？わかるわかる。なんだろう。美味しいよね。ソーセージとかだし巻きとか。そう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 。わかるわ。そんななんだ。もう焼きガンだ。俺大学で一元行って朝飯もう毎回クレタに食ってますよ。家のおでんは食べれんけどコンビニのおでんは大好きだ。どういうことやねん。食べれんな食べれん。お母さんに謝りそっちが全然引っかかるわ。いやなんかね。いやなんか家のおでん全然食べれないんです。えなんで？おでん嫌いは知ってたけど、お母さんのおでんだったのね。いや家のねおでん食べれんねん。なんでなんで？わかんないです本当に。外おでん派か。ファミマとかセブンとか。違う。うまいのわかるけど。てかずれてる。お母さん泣いとるぞ。いやー。全然うちのおでんが好きだわ。うちのおでん好きだけど。まあおでん好きって言っても。うちのおでん好きって言っても言うてさ、おでんの元を買ってきて、まあね。食ってるだけだから、まあまあ。うちのおでんもクソもないのかもしらんけど、好きなものがいっぱい入ってるから好きだ。おでんで何好きですか？でも練り物は好きだよ。あとでも、ごめ巾着じゃねえよ。それごめ巾着。餅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 巾着。え？じゃないですか。そんな間違いあります今の。普段から思ってないそんな出ませんよ今の。出るよ。流暢に。ゴミ巾着。いや本当に好きだから待ってくれ今のは本当に好きだから。今の許してくれ今の許してくれ。普段から言ってるような。本当に好き。ね、本当に間違ったね間違った。びっくりした。素で出てきたような感じのトーンで言うから。そんなわけないだろう。いやー。恨みがあるんやな、みたいな。本当に、本当に好きなの、餅巾着。今日もご視聴ありがとうございました。よければ、他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。